日本カーリング選手権大会第37回日本カーリング選手権大会第37回日本カーリング選手権大会は2020年2月8日から16日まで長野県軽井沢町の軽井沢アイスパークで開催された日本カーリング選手権大会である。男子は北海道コンサドーレ札幌が2年連続2回目、女子はロコ・ソラーレが4年ぶり2回目の優勝を飾った。 女子の部で優勝したロコソラーレは2020年3月14日からカナダブリティッシュコロンビア州プリンスジョージで開催予定であった2020年世界女子カーリング選手権へ出場する権利を獲得したが新型コロナウイルス感染症拡大の影響により世界選手権は中止となった。なお男子は世界最終予選で敗退したためもともと2020年世界 男子カーリング選手権の出場権はなかったが、同大会も同様に中止となった。今大会より出場資格が大幅に変更となり、開催地推薦枠の廃止、北海道ブロックが3枠から1枠に減少し、新たにワールドカーリングツアーランキングの最上位枠、ワイルドカード枠が追加された。出場枠とチーム数は下記の通り、勝率直接対決の勝敗、 DSC WCTR は WCT 最上位枠チームが決定された2019年10月末時点のランキング。出場決定戦は2月7日に各ブロック大会2位の5チームがトーナメント形式で対戦し、勝利チームである北海道大学がワイルドカード枠として本戦に進出した。1VS22 月15日10時、3VS42 月15日10時。 準決勝2月15日15時決勝2月16日10時 WCTR は WCT 最上位枠チームが決定された2019年10月末時点のランキング。出場決定戦は2月7日に各ブロック大会2位の5チームがトーナメント形式で対戦し勝利チームであるチーム東京がワイルドカード枠として本戦に進出した。 1VS22 月15日10時 3VS42 月15日10時準決勝2月15日15時決勝2月16日15時30分ありがとうございます